しばらくここに入ろうか。孔明軍最後の砦。これ、孔明軍の植民地の首都にしよう、ここ。ベルリン、ドイツで言う。ここ俺の都市。そうだな。名前は何でもいいや。孔明にちなんで。まあ、コールでいいや、コールで。で、この先に行くと、孔明グラードがあるんですよね。孔明グラードの戦い。そう、ここが落とされたらもう、あれ、終わり。俺自決する。ヒトラーみたいに。孔明の最後の12日しか。ちょっとここに立てこもる。やばい。これ撃たれてんのやめて。撃たないで。これ敵いんの？ いんのこれ。やばい、やめて。ちょっと、お前、孔明軍の最高司令官に命ずる、エズニア。この孔明の首都を、絶対、落とすんじゃねえぞ。俺が立てこもる。敵発見。やばい。やめて、これ。誰が撃ってんの、マジで。これ、遊びじゃねえんだよ、荒野行動は、もう。俺もガチでやってるからさ、もう、これガチの戦争。え、待って、やられてんじゃん。え、嘘。嘘嘘嘘。やばいやばい。まずいって。やばいやばい。いいぞ。ここ、孔明軍の首都だから。これ、死んでも守れ、この孔明軍の首都。入る孔明。やばい。あ、いた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 。やつだ、やつ。やつがいた。今、かすかにいた。いたいたいた。近づいてるぞ。撃ち殺せ。うわあ、マジか。しょうがない。この草むらに隠れて。は？お前舐めてんの？お前団長自ら。やばい！一瞬！やめて！ああ！うわあ！助けて！こんな草むらで死ぬわけにゃ。しなくて大丈夫です。ざげんじゃねえてめえ、おい。裏切り者かよ。ちょっと、おい、今言った、おい、今救助しなくていいとか言った裏切り者を撃ち殺せ。おい、まず敵を撃ち殺すんじゃなくて、こう、今、チャットしてやつ撃ち殺せ。くっそ。なんとしてでも。あと9人だ。あと、うわ、あと1人。最後の生き残り。やばいぞ。やばいやばいやばい。こう見えぐ、ああ、これの人が。おめえら何やってんだよ。ああ、もう俺の首都が陥落したわ。完全敗北したわ。最後には裏切り者が出て、まるで、あれだったよ。第二次世界大戦最後のドイツ軍を見てるみたいだったわ。やられちまったか、あいつ。しょうがねえ、俺が仇を取ってやる。ちょ、怖い。あ、仲間だった。 ふざけんなよ、出てくんなよ、いきなり。 びっくりしたじゃねえかよ。誤って団員殺すとこだったわ。